はい、どうもタイガです。今回は僕がですね、一押ししてて、前にもですね何回か動画出したことあるんですが、こいつアマゾネス、マジで強い。このアマゾネスさんをですね、裏に設定して使っていきたいと思います。火力といえばアマゾネス。今ですねゴーレムの、D0 を狙いに行ってまして、今現状 D2 かな。うん、なのでね、アマゾネスを裏にして、はい、やっていきたいと思います。火力といえばゾネス。第一切りがですね、ゾネスの、まずポテンシャルの話をしますと、ゾネスはですね、スキルに、対空判定があります。第一切りを構えてる最中、第一切りには、まず空中に当たり判定があります。で、ゾネスのスキルの SS 上ですね、振り下ろしの剣のダメージと、衝撃波のダメージの2段階ヒットがあります。で、衝撃波に関しては、振り下ろした剣の先、剣先から衝撃波が出ます。なので、基本的にゾネスを当てるときは、根元から、攻撃をするのではなく、剣先を当てるイメージでゾネスを切ります。そうすることによって、ゾネスの第一切りの、剣の切り下ろしプラス衝撃波の2段ヒット両方とも当たります。そして両方ともね、空に当たります。範囲もかなり広い。そしてね、衝撃波のね、第一切りの、余波に関しましては、かなり遠くまで届いてくれるんですよ。で、この衝撃波のダメージもですね、情報によってめちゃめちゃ高くなったんで、対空キャラとかもね、かなり削ってくれたり、砦裏のキャラをね、ゴリゴリに削ってくれたりするんですね。うまくいくと、城間にいる魔導騎兵まで削ってくれたり、そういうレベルで強いです。はい、今回はね、そのね、アマゾネスを使ってやっていきたいと思います。なんでゾネスを押すかっていう話をしますと、どんな環境でもですね、やっぱ相性があると思うんですよね。大型の相性が悪いとか、いろいろあると思うんですよ。例えば、リリス使ってる時にゴーレムがきついとか、ゼウス使ってる時にサイクロプスがきつい。いろいろありますよね。フォアドラ使ってる時の相手のゼウスがきついとか、いろいろあるんですけど、全部ゾネスで粉砕できるんですよ。そのね、凄まじいパワーを持ったゾネスさん。やっぱ火力こそ正義。火力環境じゃない環境が来ても、火力を持ってればとりあえず困らないんですよね。火力環境じゃない環境っていうのは、具体的にどんなっていうと、耐久系、コントロール系、ヒドラが今流行ってる環境で、やっぱヒドラが今強いと言われてるんですよ。で、ヒドラで盤面制圧して、どんどんね、コスト勝ちを狙っていくっていうのが今の環境ではあるんですが、その中でですね、ゾネスを持っているとそのヒドラも粉砕できる。コントロール環境をぶち破る火力っていうところもありまして、やっぱりゾネスが強いと。はい、ってところで、うまく使っていきたいですね。さあ、ウィッチ上にも切りましょうか。Y1 は見たい。よし。いいっすね。ワイバーがね、かなり強いと。タイマンでね、ウィッチが負ける場合もあるんですが、ただのね、30フルワイバーぐらいだったら、ウィッチは勝ちますね。そして、フォアドラ。ゴーレも刺さんないし、ゾネスも刺さんないので、ナメコと大砲ですね。ナメコ大砲で、フォアドラを潰しに行きます。もうナメコ全部切っちゃえ。先にね、フォアドラが出てきてね。ソラキャラがワイバーン以外出てこないってことは、多分これでソラキャラ終わりだと思うんで。チビフォア。いいでしょう。バル！マジか。ソラキャラ多いっすね。だからこれね、いい感じにチビフォアとバル2枚抜きできるんで、大砲も打ってワイバーンも落として、いい感じですね。さあ、ここでゴレム。砦前しっかりブロックして、砦取れると。この砦は絶対譲ってくれますね。譲らざるを得ない。ゾネスが3本残ってる。削りますか。とりあえずね。まずアラレちゃんに行ってもらって、相手のキャラ、ケルベ裏か。届かないですね、あれは。じゃあ、ゾネスも行っちゃおうかな。うんちゃー。あー、取られた。剣士だけ。取れたいですね、それで。さあ、ゾネス。いいっすよ、ゾネス。第一切りで。はい、神ゲーマジ。ケルベ、ワイバン。3枚抜き。取っていく。さあ、第一切り。これっすよ、このパワー。このパワーっすわ。ケルベはアンチではあるんですが、そもそもね、第一切り自体が、対アンチじゃなくても火力高いんで、ユカリ持ってんな、ゾネス。うん、でね、ソラキャラも削ってくれると。おかげさまで、3枚抜き、9コースで奪ってきましたね、ゾネス1本で。さあ、ナイス、1戦目は完勝。美味しいですね。まさかのね、バルフォアドラ固定で、ちょっと焦りましたけど、ね、ゴーレムがね、あんま活躍できませんでしたが、ゾネスがね、後半頑張ってくれたんでいいでしょう。ナメコが強かったですね、ナメコウィッチ大砲で頑張って。さあ、ゴーレムね、今日ね、いい感じに稼げればね、時短して、ゴーレム確か、D2 がね、1000CP だった気がするんで、メダル60枚かな。メダル60枚と 1000CP かな。
その 1000CP ね、もらえればね、あの、明日から、グルリなんですよね、グルリ。まあ、多分明日からって言ってますけど、この動画を出してるのが、グルリの日の可能性もあるんで、なんとも言いませんが。うん。あの、次がね、グルリなんでね、CP 袋買うためにも、CP 集めようと。そう、あの、CP 足りない人はね、トロフィーで集めるのもいいですね。CP 袋いっぱい、CP 袋じゃない、CP1000 ポイントとか2000ポイントとかね、キャラによっては持ってるんで、それをね、手に入れたら、キャラも買いやすいかもしれないですね。トロフィーはサボらずにやりましょうと。さあ行きましょうか、2戦目。うん、倍が来ない。札もあんまり良くないですね。さて、まあゾネスがね強いんでね、ゾネスに頑張ってもらいましょう。大砲打ちましょうか。多分この出し方は 足がいないので、第2前でいいですね。第2前で打って、うん、いいタイミング。危ね、ちょっと危ね。さあそこバット置いて、ゾネスを止めよう。カメか、カメ、ケルベ。とりあえずロックマン置く。おっと、危ない。ゾネス倒して。ちょっと面倒くさいな、これ。カメがね、最近やたら強いんですよね。ジャホ、あー強い、マジで。アラレちゃんが強え。惜しい。まあいい感じ。だいぶいい感じ。上バット置きました。チビファが降りてくるんでね、掴んでほしいな。掴めたら最高。あー無理か。サイクロンのね発動感覚結構早いんでね。さてそこ倒してくれたんで、じゃあサキュバスにバット置きましょうか。で前線ね、ドラゴンライダーがいい感じに働いてくれてるんで、サキュバスを掴んでほしい。あー天才。ただちょっとねコストもないんですけど、あーバルキリーが引きすぎるな。引きバルキリーすぎますね。まあ、ゴレゾネスでリリースは葬りましょうか。葬るんですが、ちょっとバルキリー引き気味すぎて、これ多分ドローっすね。まだ2分あるとはいえ、あのバルを突破できるキャラがいないんですよ。さあ、ゴレゾネスがさね、一瞬ですね、パパーンと切って。自信しまくり。ただ、ゾネスが一発も打たないが倒しきる。素晴らしい。大事切りは痛い。自信。うん、いい感じ。砦は欲しいが、まあ、取れないでしょうと。わあ、マンドラもか。マンドラもいて、あ、埋まるか。マンドラがいて、バル。またバルっすね。わお。こっちはバルいるんですが、まあ、とりでもワンパンではあるんですが、相手がね、マンドラが埋まってるんですよね。今、2体目埋まりましたね。マンドラが埋まって、さあ、ウサギに頑張ってほしいがどうでしょうか、ゾネス。さあ、ゾネスを倒してるのは偉い。ただ、マンドラが埋まってるのと、バルキリーが砦で裏にいるっていうのは、これがかなり重いですね。これは厳しいかな。さあ、ウサギが頑張ってる。ウサギ頑張る。ウサギ頑張る。うまい。この位置のウサギですね。さあ、ちゃーっと吹っ飛ばして。ああ、カメラ届かない。しかし、スクリーム。強いですね、スクリームが。でね、スクリームがね、もう一発いるんですよね、この下に。さあ、バットでこいつは掴みますが、もう一体ね、裏にいるんで。そこっすよね。なかなか厳しい。これはドローっすね。いや、しっかり守られましたね。カメがやっぱ強いよ。本当に。最近やたら強い。まあ、あの、んちゃーで、あの、アラレちゃんの出現によってね、あの、少し使いづらくなった可能性はあるんですけど、そう、アラレちゃんはいいんだけど、やっぱりちょっとね、どうしても突破できないことが多い。あの、ユキンコが今までカメよりも強いかなって印象だったんですよ。というのもやっぱデコイを作れる。ユキンコの方が。そう、デコイを作れて、カメと違って、カメよりも範囲が広いと。爆発の時ね。ただカメの場合はスキルを発動しなくてもコンスタントにね、ダメージを稼げると。範囲に入ればね、絶対に打ってくれる。ユキンコはね、スキルが出るか出ないかっていうのは確率なんで、うん。なかなかね、スキル打たない場合もあるんですけど。ただ、カメはね、火力が足りないからどうしてもなって感じだったんですけど、まあ、この前火力上がって、さらにね、耐久値も上がって、ほぼ死ななくなって、うん、かなり強いですね。アビカメとかもエグいっすもん。まあ、たださっきも言ったように、アラレちゃんの出現によって、どうなるかな、ちょっとまだわかんないですけどね。まあ、カメをね、もしね、UFO とか引いて UFO で回収できたらやばそうですね。とりあえずやっていきましょうか。ゾネスをね、活躍させたいです。もうゾネスやべえよって。多分前回、まあ前々回か分かんないですけど、ケルベの動画を出してるんですよ。ケルベ。出してるはず。で、そのケルベのね、動画を出してるはずなんですけど、そのケルベがですね、まあかなり好きなキャラ。まあ強い。本当におすすめしたい。あ、まあ初心者の方とかも、まあ初心者じゃなくてもね、どのキャラ育成しようかなとか迷ってる方いっぱいいらっしゃると思いますし、ケルベもね、いやいや、こいつ強いとは思うんだけどな、今からやるべきかなとか、今から間に合うのかなとか、あると思うんですよ。お、2倍。
そんなケルベサもね、もうかなり強いんで、おすすめしたいと。ゾネスもね、個人的に僕はかなり強いと思ってるんで、おすすめしたい。なんだろうな、前にですね、一回キャラの、基盤、絶対に必要なキャラ一覧みたいな動画をですね、出したと思うんですけど、その中のね、うちのね、キャラなんですよね、ケルベと。ゾネスは。すごい強いんで、ぜひね、活躍させてみせるんで、まあ、うまいことね、最後まで見ていただいたらありがたいです。頑張りましょう。せっかくね、ケルベゾネス動画撮ってるんでね、活躍ね、させましょうか。頑張って。カマキリ頑張れ。あれ、ゾネスじゃないのかみたいな。まあ、カマキリ頑張ってくれてますね。いい感じ。ナイス。さあ、ゴーレムが出てくる。ゴーレムにはね、もうゴレゾネスっすよ。ただね、ゴレゾネスやりたいんだけど、プリンセスのね、さっきからね、旗の位置が噛みすぎますね。さあ、いい感じ。カマキリ強い。さあ、ユカリ、サタンに変わってるな。じゃあ、サタンから、ゾネス重ねましょうか。いや、ヘジホ行ってるから、ちょっとマシだな。あ、これはゾネス行きましょう。寝てるんで、倒せない。さあ、倒していく。オッケーオッケー。やっぱ、火力こそ正義。ナイス、スライム。ゾネス、大事切り。あー、でかい、それ、マジで。カマキリ、カマキリ。まあね、引っ張りづらいんでね、カマキリはね、しょうがないですね。サキバスは引っ張りづらいと。さあ、おー、じゃあ強いな。来ましたね、レドラ。これはもうカモっすね。ゴーレからゾネス。灼熱の終わるタイミング。さあ、ゾネス出していって。潰しに行け、潰しに行け。旗印かかんなよ。かかってないかな、ギリギリかな。あ、いいっすね。さあ、ゴーレゾネスがさね。粉砕、ナイス。これね、あー、第一強いんじゃ。いやー、ゾネが強え。やっぱ重ねって本当に大事。何でもかんでも重ねればいいわけじゃないんですよ。重ねる必要がないところでね、重ねたりとかすればね、それは無駄なことになっちゃうんですけど。あー、倒しきれない。そう、ゾネスのね、重ねに関してはね、本当に、なんだろう、もう、必須？重要すぎるんですよね。ゴーレとかヒュドラとかにゾネス重ねるのは、もう鉄板中の鉄板？マジで強いんで、重ねるべきみたいな。ぐらい。で、ゴールナスとかやってる人がたまにね、ゴーレムにナス重ねたりとかするんですけど、それはもったいないだろうとは思うんですけどね。ゴーレムにナス重ねぐらいやったらね、ナスもっと範囲、射程長いんだから、もっと後ろから出せばいいじゃんみたいな思うんですけど、ゴールナス重ねてね、ゾネスでぶった切られて、ゴールナス両方ともやられるみたいなのもよく見るんでね。そう。おし、これ干渉いけそうですね。ただ、ゾネスに関しては、基本的に何かのキャラに重ねるのがマジで強い。重ねなくても強いですよ。ゾネス自体がね、耐久値結構高いんで。ただそのゾネスもね、耐久値高いんですけど、この射程持ってて重ねられるっていうのが本当に強いんで、重ねられるならば重ねちゃえみたいなのはある。火力高すぎてね、重ねてね、やりに行った時に、相手がそのキャラに対して対応できないんですよね。相手がそのキャラ、そのね、ゾネス重ねを、迎え撃とうとキャラ出せば、ゾネスの第一撃で全部飛んじゃうんで、そう、かなり強い。あと4回。ゾネス、活躍してもらおう。いやー、そうですね。まあ、質問でいろいろあると思うのは、例えば第一切りの11が取れませんとか、まあ、要は D1 が取れません。D1 取れるならば D0 取ってくださいって感じですよね。マルチとソロ両方止めればいいだけなんで、そう。片方できるならば、もう片方無理やり頑張ってくださいと。ただ、D1 も取れません。トロール持ってませんとか、あと、マンドラだったっけ？ちょっと覚えてないですけど、マンドラじゃなかったかな。まあ、とりあえず確かトロールが必要なんですよ。そう。マンドラもだった気がするけど。そう。で、その必要なキャラ、を持ってません。で、孵化できません。孵化するつもりが絶対ないです。それでも育てるべきですかっていう質問も多分あると思うんですけど、第一切り10でも強いです。ぶっちゃけで話すれば。ただ、僕的な考え方として、底力で化けるキャラっているじゃないですか。底力だったら強いよって、ただの30フルじゃ弱いよみたいな。底力だとだいぶ強くなるよっていうキャラよりも、30フルでも強いけど、底力で伸びしろがやばいと。底力振ることによってもバグレベルに強いと。言ったキャラは、もう他のことをね、優先しないで、無理やりでも底力振ってあげた方がいいんじゃないかなって最近思ってるんですよ。そう、闇玉ね、サタン頑張ってはいますが、カニに負けそう。弱い。このサタンマジ弱いな。カニ一本にやられてなかったか、今。さあ、相手ベビーいますね。ちょっとめんどくさいな。チビブルとね、チビフォア出してるんで、ベビー出てくるでしょう。ただ、このベビー倒せるキャラがいないんですよね。どうしようか。
さあ雨雲頑張って雷落としてくれてはいますが、ナイスペンギン。あー間に合わず、あと1本いるんだよな、ベビーが。ちょっと重いな。大体まだ大型出てないんですよね。ここからコスト回復されちゃうと重いな。うん、ブルドラブルか、キラビー天才、ゴレいきましょうか。まずゴレで大型来い、ゾネス重ねちゃえ。ブルはね、ゾネス耐性持ってるんですよ。あんまり食らわないんですよ。それでも重ねた方がいい。それぐらい強い。第一級の火力は耐性を持っていても凄まじい。サポックル連打してキラビーも置いて、アラレちゃんいいっすね。アランちゃん頑張れ。ユカリのアランちゃんが前すぎるんだよな、毎回。さあ、じゃあこれが強え、やば。さあキラビーね、まあ、ヒレに行って。キャラが今回ね、ちょっと札はあんま良くなかったですね。もう相手のベビーを見れなくて。まあ、キラビー、キンバッチはマジ強いですけどね。あと、騎馬兵もいるんでね。まだまだワンチャンありますね。取り手がとりあえず欲しい。この位置はね、多分キラビーいるから取れるでしょう。ナイス。取り手が欲しい。50秒。まずはキラビー。あー、取れちゃった。いらんかったな、キラビー。もったいね。相手でもキャラ余ってんな、これ。まずチビブルかな。キャラがね、あと騎馬兵しかいないんで、これで。先にキャラ切らないと。あ、来ましたね、ベビー。いや、チビブルもっと上だったかな。上か下だったかな。キャラ切って。ベビー違う方向だったかな。騎馬兵は出せるけど、時間がねえな。ワンパン入ればいいんだけどって感じなんですけどね。止まりそうっすね。あ、コングが投げすぎる。コング投げすぎや。しゃあない。さっき何の話してましたっけ。ああ、そうそうそう。まあ、伸びしろのあるキャラっていうか、その、もともとね、強いキャラこそ底力振ってあげるべきかな、みたいな。弱いキャラがあんまね、強くないキャラが、底力振ってあげて、かなり強くなって戦えるよっていうのもいいんですけど、やっぱり、強いキャラこそ伸ばしてあげることによって、そのキャラはもう、ボックスの主力になるじゃないですか。そう、例えばそうですね、パンダ、団子振るとかすげえ強いんですよ。底力振ってマジで強いんですけど、底力振らなくても強いんですよ、パンダって。ただあいつって底力振ってようが団子振るだろうが三重振るだろうが主力のキャラじゃないんですよね。足キャラしっかり見てくれるし、中型ね、いろいろ潰してくれたり、大型もたまに潰してくれる、まあ、優秀なキャラなんですよ。でもどこまで育成しても主力にはならないんですよ。使いやすいキャラ。ただゾネスとかケルベとかってもうアルティメットにしたらもう主力なんですよね。こいつ引けばもうやばい、手札超強いよみたいな。パンダアルティメット引いたら手札超強いはならないじゃないですか。ロックマンアルティメット手札超強いはならないんですよ。無理してでも D1 取って D0 取って孵化してケルベとゾネスのアルティメット持ってそれぞれ持ってこのアルティメット持ってるマジ強えよっていう方が絶対に強いと思うんですよね。だからこそなくても強いからD0 なくても強いから育ててもいいとは思うんですが、やっぱり取ってほしいってぐらいに強いと思います。さあ行きましょうか。ドローも2回取っちゃってるんでね、勝たないと。さあ最速サターン早いですね。チビドラか。お、来ましたね、レドラ。これはゾネスチャンスかな。日本重ね、いけ。灼熱がちょっと痛いが、うん、第一切り打たない。第一切り打たないが、ゾネスが強い。倒してんな。あ、チビドラも頑張ってんな。いいっすね。さあ、第一切り。でかいっすね。やっぱり第一切りでかいわ。さあ、アラレちゃん、ウンチャホー、ボーン。火炎とウンチャホーのコンボ。取り手が欲しいが、さあ、バット出していきましょうか。バットのコウモリ固め。からのコウモリ固め、強い。バット、強いぞ、お前。やっちゃいけないことやってんぞ、今。4コースをそんな簡単に固めんな。大型をね。そんな簡単に固めに行くな。固めるな、大型を。ズルだぞ。さあ、ゴレ行きましょうか、ゴレ。とりあえずゴレね。やっていきましょう。さあ、自信。あー、でも、いつの間に剥がれてますね。まあ、取り手取れたんでいいでしょう。うん。さあ、ここね、ゴレ2枚行ってほしいんですよね。あ、でもなんか、アラルちゃんとチビドラが倒そうかな。強っ。なんだなんだ。ゴレが無駄に終わってしまった。そう、ゾネスは、もともと基礎的な攻撃力も高いんですよ。で、射程もあって、範囲も広いと。
おかげさまで第一蹴りを打たなくても大活躍してくれるキャラです。重ねれば特にね。でその中でやっぱり第一蹴りを打つともう本当に別格のキャラだからこそ、アビ1話つけてあげたい。スキル発動率アップするんで、で金バッジも取ってあげたい。もうなんかゾネスのためにキャラ付加して金バッジとディーゼルを取るっていうのは必須って言っても過言ではないぐらいには強いと思ってます。なんか上やべえな、めっちゃ寝てんな。後ろは大丈夫ですね。さあナイス、2倍干渉おいしい。400ポイントはうまいっすね。さあいい感じ。お順調っすね。1230ポイントだと、あと何回だ、1回2回、終わりそうっすかね。あの少しぐらいだったら時短するんですけど、あと2回いきましょうか。そろそろ対空つくって書いてあるけどいやつかないっすよこれ今ねめちゃめちゃ強いんで、うん、対空なんかついたらもう大荒れですね。本当にみんなから文句の嵐っすよ。何考えてんだ運営って、これに対空つけるとか何考えてんだよ、ありないだろうって絶対みんな言う。これ使ってる人はねマジかやったよってなるかもしんないけどまあ根元だけ対空とかもね面白いかなと思ったんですけどね。もう今ねそんなことしなくても十分に強いぐらいの性能になってるんで。さて、あーまあ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 いいんじゃないですか。札はうちのカニがねちょっと弱いんですけどね、やっていきましょうか。最近ねマルチで騎馬兵出しました、なんか楽しいから楽しいからとか言って。さあ相手多分足いないっぽいんでね、第2からでいいっすね。第2取って、第3取って、取ったらバルキリー裏かな、砦裏から守りで使っちゃってもいいかなって感じですね。さあここね剣士出してカニ置いて、でカニでその後ね上上がってくれるはずなんで、後からねそう砦前ね流れてくるキャラ見てもらって、あーチビホはね、じゃあバルキリー砦裏でチビホは見ましょう。うん、あられちゃんか、まあでも大丈夫っすね。ナイス、あー大事に痛い、これがねマジ痛いんすわ。2発で死ぬからな。ちなみにアルティメットのねアマゾネスの第一切りだとアルティメットバルキリーワンパンっすね、ワンパンで死にます。あーでもラッキー、チビクロをバルキリー対策で切ってくれたのにもかかわらず大砲打ってくれたんでコストは結構かかってますね。さあチビフォアがちょっとめんどくさいがどうしようかな。ここ重剣士でまず剣士飛ばして OK で上攻めたいんだけど、攻めれるキャラっていうのはね重剣士しかないですよね。キャラ数でも重剣士多くないんで、もう十分使っちゃってるんであんまり使いたくないな。裏カニ置きましょうか、前と裏。サタンが言ってくれてるんでね、これにね相手のキャラに対して合わせてゾネスや、ゴーレムいけたらいいですね。コスト貯めましょうか一回。それちょっと嫌だな、それちょっとだったら下からゴーレム、下からゴーレム、サタン多分やられると思いますが下からゴーレム出して固まんなよ。 OK いいよ、これゾネス届くんじゃないの。デスに行きましょうか、届きますね。そのまま潰してほしい。第一切りでかい、マジ強え、これだよ、この一発の火力が高すぎて。しかもゴーレムがね状態以上に強くなったからね、あのメデューサのね石化あんまり食らわなくなったんですよね、まあ、あんまりってだけで普通に食らうんですけど確率がだいぶ減った。うん、だいぶ見せてくれるんだよな。なんかやたら自信するな、どうした。いや嬉しいんだけど。ナイスゴーレム、取り出が欲しい、ナイス、これいきましたね。さて、あられちゃんが、んちゃーし合ってる。んちゃー。チビホアも早く育成したいんだよな。今ね、育ってるあられちゃんが、30フルになったら、次はチビホアかな。まずアシュラをアルティメットにしてからかな。アシュラアルティメットからのチビホアかな。ちょっと迷ってますね。順番をどうするか。多分アシュラ。フェスタック予選までにチビホア間に合わないと思うんで。あられちゃんだけ間に合ったら嬉しいなってぐらい。あられちゃん間に合わないか。よし、完勝。倍率が来ない。まあ、さっき2倍は来ましたけど、最後欲しいな、2倍。ラスト行きましょうか。ゴーレムのディーゼル早く欲しいんですよね。ゴーレムマジね、苦行すぎた。ソロもマルチも8000ポイントなんですよね。D3 と D2 がそれぞれ。長すぎるって。で、D1 がなぜか6000に下がって、まあ、調整されたんですよね。6000に下がって、まあ、ディーゼルはね、あの全員統一で8000なんで、文句ないですけど、D3D2 が長すぎる。D3D2 だけで3万2000ですよ。ソロマルチ合わせて。
長すぎるよ。3万2000、6000、6000、4万4000、8000。やばいっすね。5万2000、ゴーレム1体だけで。ゴーレムしかやんなくても。プラスね、ゴーレムのために必要なトロフィーがあるじゃないですか。だからもう10万ぐらいいってんじゃないですか。あ、他のやつがどれぐらい必要かわかんないですけど。やばいな。10万はいかないか。わかんない。さあ、ラスト行きましょう。あー、倍来なかったか。まあ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 。勝てればね、時短してもいいかなといった具合で、騎馬兵、出して、トレデをもらいに行きましょうか。インヌか、インヌ。コラボね、コラボインヌ。札はね、バランスはいいですね。ゾネスの金バッジがいるんで、火力も申し分なく。細かいキャラをね、アシュラの無双で見て、対空のウィッチと、こだまで奪えたらラッキーかな。こだま。奪ってくれても、えんやで。ナイス。ワイバか。とりあえずね、コラボ猫流しましょうか。ちょっとこれ使いたく、もう邪魔なんですよね。ガッツが欲しい。あー、取れないか。しゃあないっすね。一回剣士で抑える。さ、サタン5。闇玉ナイス。ただ、これでね、盤面のキャラがいなくなっちゃうんで、この後サタンが大変ですね。この後遊んじゃいますね。一発まず闇玉打ってほしい。ここで。あ、打った。打ったけど、フェアリーは倒してくれたな。ただ弱いっすね。やっぱ、でも片パが余ってくれてますね。あ、ユカリンいい片パ。片パのおかげで倒せそうですね。あ、いい片パっすね。ちょっとあの片パやられてしまいますが、ウィッチだしね。対空キャラやりながら、前々も入ってくれて。大型これで1-1。あとはいかに攻めれるか。うまく攻めていきたいところ。うん。市場 OK。まず剣士を置いて、ゾネス1本置いてもいいんですよね。行きましょうか。取り手削り。削ったが突進切り。範囲広いですね。しかし、うちのゾネスが強い。あー、邪魔された。さあ、ラストウィッチ行っちゃいましょうか。第1切り。これっすよ。これ、衝撃感の火力やばいでしょ。Y1 30フルか、アルティメットか分かんないですけど、団子フルかもどうかも分かんないですけど、30フル以上の Y1 があの削り方。さあ、ゴレゾネス重ねして第一切り。でかいマジ。強っ。やばいっすね。なんだ俺。さあ、トレデが欲しいぞ。さあ、ラビットが頑張ってね。ライダーを落としてくれて。さあ、ゴレの自信。ゴレ。ゴレゴレ。さあ、ウサギと剣士が行って、トレデを取りに行く。いいぞ。さんちゃー。やば。えっ、バカボンじゃねえ。なんだっけ、んちゃ法のあれ、あられちゃん、あのとこまで行くんや。すごいな。これは干渉もらいましたね。いや、ゾネスの火力よ、やっぱ。強いな。さあ、なんとかね、最後干渉もらって。よし、200ポイント。美味しいっすね。まあ、最後倍率欲しかったっすけど、まあ、しょうがない。よし、7170。時短しちゃいましょうか。CP もらいたいんでね。ゴレ時短しましょう。で、言うてね、またね、次もね、D1 も D0 もあるんで、ゴレゴレなんですけど。マルチでやるかな、ゴーレムは。はい。じゃあ、チャージ。で、CP もらいました。はい。今回もね、ご視聴ありがとうございました。今回は、アルティメットゾネスですね。ゾネスがマジで強いよと。本当に超一押しキャラのアマゾネスさん、やってきました。またよかったらね、ぜひ皆さんご視聴ください。よかったらチャンネル登録お願いします。では、お疲れ様です。